ション入ります。こんな感じですね。それではナムの会場から行ってみたいと思いますけど、いいですか、このマトリックスブルーと言ってみましょう。これですよ、あんたってこれですよ、ね、ありませんね、これね。ちょっと音出してみますね。今このシーケンサーをオンにしましたけど、これがこう出てる状態ですよ。すごいですね。ここがねプリセットモードね、プリセットでこれ、A の1、2の B とね、16×16でプリセット変える。20万円ぐらいの感じでやるそうですけど、まだこれスタートがないですよ、ね、まだプリセット全然入ってないんで、私もプリセットガンガン作ると思いますけど、 VCO が 3K と、ね、FM フレケンシーモジュレーションもできて、ね、LFO で 1K 系統のミキサーがあって、もうポイントはね、このスタイナーパーカーフィルターとラダーフィルター、これをミックスしてマスターコントロールができるかと思うね。エンベロープ3K とあります。これ、ね、なんといってもこのマトリックスがもう最高に面白いですよ、これね。素晴らしいです。よくやったアートリア、褒めて使うぞ。素晴らしいです。これは素晴らしい。 OK、ホール。
文字はどういうものかというと、こんな感じですね。モジュール、そして DVCA1 デュアル VCA モジュール、そして CMP1 コンプレッサーモジュール、ね、これが4つ組み込まれた状態で大変なことになっちゃってるんですね。行ってみましょうか。すごい音するんだよ。シミュレーターかな、これ。これをつないで弾いてます。
のワザークラフトというギターアンプ、ワザクラフト ハイゲイン 150W ヘッド、 ボスのボコーダーエフェクターとエレカホン、 これがボコーダーだね。カスタム。